バリーシール、アメリカをはめた男、65点。CIA の任務の裏で麻薬の運び屋をするトム・クルーズ。ボーン・アイデンティティシリーズやオール・ユー・ニード・イズ・キルのダグ・リーマンが監督を務めます。まあ、撮影中に2名が亡くなってしまい、その後フォールアウトのトム・クルーズのモチベーションになったと言われる作品です。実在の人物を描いた嘘のような本当の話ですが、積極臭くならず自慢げにならずテンポの良い編集で楽しく見れて、話はガンガン進むわ、トム・クルーズ全然強くなくて結構ピンチになるわ、うさんくさいキャラもたまらんわと117分ニコニコしながら見れました。まあ、のらりくらりと密輸成功させる方法だったり、追跡機をやっつけるテクニックだったり、膝を打つディテールが多くて良かったですし、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいに羽目を外しまくるんじゃなくて、あくまで家族を大切にするのも非常に好感が持てました。まあ、ただ実はベースなので何とも言えませんが、全体を通じて緩い空気が蔓延していて、映画的なクライマックス、盛り上がるシーンはほとんどなかったですし、まあ、あと CIA をはじめ、まあ、FBI とかね、TWA とか DEA とか ATF とか英語3文字組織がやたら出てきて、それもなんだかちょっと難しいな、なんかノイズだなっていう感じもありました。まあ、すごい人がいたもんだと感じさせてくれるパイロットアメリカンドリーム映画でした。